皆様お疲れ様でございます。13時時間となりましたので、メタバースセミナーのですね、午後の部を開始したいと思います。それではただいまよりですね、メタバースを作成するためのハンズオン研修というところでですね、日本公営株式会社のですね、中央研究所技術開発センターのですね、佐藤副センター長、よろしくお願いいたします。はい、日本公演の佐藤でございます。皆様よろしくお願いします。と、今日の午後は、これからですね、午前中にご紹介した、ゲームエンジンを使った仮想空間の作り方っていうところと、もう一つは、その使い方について、ちょっとご説明をしようかと思います。そうしましたら、まず最初にですね、少し導入研修として、皆さんの中で、建設事業に、携わっていると思いますが、この中で、建設プロジェクトの手戻りっていうところが、何が一番大きいかっていうのをちょっと皆さんにちょっと考えていただきます。と、前に映ってる、5点ですね。1つは、人的リソース。それから2つ目が、倹約やコミュニケーション不足によるもの。で、3つ目が、設計とか、調査段階、こういうところで起きている。4つ目が、建設の準備段階、もう施工の準備段階ですね。で、5つ目は、資材とか、重機の、供給段階。この5つの中で、1番だと、このぐらいいます？じゃあ、2番。あと3番。3番を見て、4番。と、5番。実はですね、これは、リムが始まる前の、リムが始まる前というか、リムが普及し始まる前ですかね、2010年ぐらいの、研究結果なんですけど、設計とか調査段階の手戻りっていうのが非常に多いというふうに言われています。で、こちら、先ほどの、5つ、向こう側の絵がですね、あ、こっちに行ったら僕、ダメなのか。と、こちらの方が、先ほどの1から5になります。で、1から5のうちの、E&R って書いてる部分、これがエンジニアリングレビューっていうところになります。で、これ、設計段階ですね。で、実はその設計での、間違いとか見過ごしっていうのが、やっぱり55%ぐらいある。あ、設計での 手戻りは、55%あります。で、そのうちですね、その内訳を見てみると、エラーズ&オミッションって書いてる部分が38%あるんです。これ100%のうちの38%です。で、実はこれがエラーズ&オミッションっていうのが間違いとか見過ごしっていう部分になります。で、これさえなくなれば、だいぶ、手戻りが減るんじゃないかなっていうところがございます。つまり、その見えることとか共通認識を持つことっていうのは、非常に、大事なことで、じゃあ一番、みんな認識を持ってもらえるのが、やっぱり共通言語、3次元の共通言語っていうものを使うところっていうふうに考えています。それで、今回、扱うゲームエンジンっていうのは、リアルタイムの、3D 制作プラットフォームっていうふうに言われています。で、ゲームエンジンって、ゲームを作るためなんですけど、実はですね、その描画性能っていうのがすごく良いので、このリアルタイムっていうところが、ついています。で、こちらが、その一例になります。ちょっと使い方の流れになります。もうリアルタイムに出来上がってる空間を、出来上がりに近い空間を見ながら、自分たちでデザインができると。やっぱりこういうふうに、できてくると、すごくこう、作ってる段階からいろいろ工夫もしたくなりますし、あとは、なんか、あ、こ
こういう空間ができてくるのかなっていうような実感を持ちながら、設計をすることができると思います。で、こちらは静岡のオープンデータを使って、作った事例なんですけど、オープンデータを使うだけでも、このぐらいの、量が、それからこういった空間を作ることが、できます。それで、リアルタイム 3D 制作プラットフォームで作成したものは、もう一つ、今日 VR とか MR とか AR とか出てきましたけど、これらを総括して、イマーシブエクスペリエンスというふうに言ってます。これを提供できるのが、やっぱりゲームエンジンならではです。で、イマーシブエクスペリエンスって何かっていうと、没入体験っていう、もうそのままこれ、日本語訳したものです。それで、没入体験ができれば、シナリオとか、環境を、シミュレートできるので、可視化でどうなるかとか、何ができるかっていうのが、検証できています。で、それを検証して現実世界に、持っていって、じゃあ施工しましょうっていうところで、もう完成時の空間を再現して、問題点とか使い勝手っていうのを事前に、把握して、で、それによって、思い描いた社会インフラを実現できるっていうところがございます。で、ここは飛ばして。それで本日の時間割ですけど、まず最初、今のが導入研修になります。で、この後ですね、30分間ハンズオンの研修の前半として、メタバース空間の体験をしていただきます。で、休憩を少し挟みながら、後半は、じゃあ、その体験をした空間を実際に作ってみるといったところをやります。で、最後にまとめと質疑応答というふうに進んでいきます。それで、ちょっと操作が分からなくなったとか、うまく動かないということがございましたら、手を挙げていただいたら、スタッフ、すぐに、サポートに入りますので、遠慮なく、手を挙げてください。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、実際にハンズオンの方に入ってまいります。皆さんの机の上に今、PC が、ウェブの方はすいません、ご自分の PC とかで、やってみてください。会場の方は、6人から7人に分かれて、で、1つの島ができてます。PC の方を見ていただいて問題なければ。で、最初にですね、メタバースの作り方の前に、まず体験として、メタバース上で宝探しをしていただきます。で、この体験の目的は、メタバース空間、メタバース技術を使うと何ができるかっていうのをイメージを膨らませていただくっていうところがございます。それから、後半のハンズオンで使う、ゲームエンジンの、操作に少し慣れていただくっていうところがございます。と前に映ってるイメージ、こちらがこれから体験していただく宝探しの空間になります。今、会場の方では、ネットワークのハブに PC が何台もぶら下がっているような状況ができています。で、これはゲームでよくあるマルチプレイをするために、同じネットワークの中に、会場の場合はローカルネットワークを構築して、進めています。ウェブの方はですね、都会上のネットワークに、参加することができないので、事前に配布されているエグゼファイルを、使用していただいて、個人で、皆さんの方で、メタバースを体験していただくというふうに、したいと思います。で、ウェブ参加者同士でですね、ハブを通じて、ローカルネットワークを組める方は、ローカルネットワークを組んでいただいても大丈夫です。で、コンテンツの起動方法になります。デスクトップにある資料4ハンズオン前半というフォルダーの中に、トレジャーハントエクゼっ
という、ファイルがございます。それをクリックして、まず起動してください。で、そうすると、右側の画面のような形で、出てくると思います。で、ここ、ユーザーネームだけの場合、表示の方は、そこに何か入力をしていただくと、その下にホストか、ジョインかローカルかという、こういったわけが、出てきます。それで各テーブルで、1台だけは、ホストになります。ですね、ちょっと決めましょうか。もう立ち上がってる。あ、失礼します。それ以外の方は、ジョインやセッションというふうに、選んでください。ウェブの方で一人で体験する場合は、ローカルセッションを選んでいただきます。で、ジョインセッションの方を選んで、NEXT を押していただくと、サーバーリストの中に、何かこう、候補が出てくると思います。その候補を選択して、これで、皆さん入ってますかね。ちょっと会場の方の今、入り具合を確認してます。大体大丈夫ですかね。で、接続すると、こういった、画面が出てきます。で、この画面、皆さんこの中で、自由に動けるんですけど、まずはちょっと動き方についての、全体についてのちょっとご説明します。この空間はですね、長崎県のオープン長崎の天群データから作った空間になります。長崎県の島原市をモデルとしています。研修後半でもこのモデルをそのまま使ってまいります。で、それから、まず移動方法。力がいいかな。まず、移動方法の方の、ご説明します。キーボードの WASD で、前に移動したり、横に移動したり、後ろに移動したりというのができます。それから、Q と E が、フライモードを選択した場合、ちょっと戻しますね。ここのフライモードを選択すると、Q と E を押すと、上に行ったり下に下がったりします。で、歩行モードを選択すると、ずっと地面を歩いていきます。今、皆さん、周りに、何か変な人が、変な人がっていうか、こう何か映ってますかね、他の人が動いてるのが。これ、迷子になると大変なので、真ん中、空間の真ん中に橋があります。数字の5のキーを押すと、橋ぐらいに移動するかな。で、数字の5のキーを押すと橋に移動するので、そこで周りの人いることをちょっと確認してみてください。大丈夫ですかね。じゃあここからが、ゲームです。今皆さん集まっていただいたところからこの空間の中に、10個のカタカナの文字が隠されています。これを皆さんの方でちょっと相談しながら、探してみてください。で、これ各グループで、できれば10個見つけていただきたいんですが、ちょっとやってみましょうか。それで、前の画面ウェブの方については探しているところをですねちょっと、画面共有してみます。で、この中で、どこに何があるかを、皆さんの方でこうウェブの方、そうですね、まだ画面映ってなかったですね。これで、
ウェブの方、会場の方が操作している画面が見えてくると思います。制限時間はですね、10分程度になります。10分程度、この中を歩き回ってみてください。参加者の方は早速1つ目を、見つけられてますけど、他のグループの方は見ないでください。ちなみにこの宝探しなんですけど、私が作ってなくて、スタッフの方で、この配置をしてます。なので私も最初にやった時10分で10個を見つけることはできませんでした。例えば見つけたらですね、どこで見つけたっていうのをグループ内で共有していただいて、これで皆さんの方映ってますかね。あ、はい、ウェブの方も多分これで、会場の前の画面が、映ってると思います。で、今こういった形で、会場の方が、協力しながら、宝探しを、しているところです。で、だいぶ、皆さん見つかってきたかなと思いますが、進捗はどうでしょうかね。で、これ何かというとですね、ゲームエンジンを使いながら、作った空間、ただ合意形成をするだけではなくて、皆さんでこう参加しながら、やっていくっていう方法です。で、これはなかなかその CAD とかそういうところではやりにくい、ものでして、ゲームエンジンならではの、機能になります。どうですか、だいぶ見つかりましたかね。とウェブの方も自分でエグゼファイルを開いている方は、10個見つけられたら。で、なかなかですね、これ地上を歩いていると、見つけにくいので、さあ手っ取り早く見つけるならもう上空から、見つけるしかないんです。というのもこれ探していくとですね、よくこんなところに隠したなっていう制作者の、まあ、優しさですかねっていうのが、出てます。あ、見つけましたね。そう、そういうところはなかなか探しきれないんですよ。で、もう一つ実は便利な機能があって、そこに見つけたところにもうマークをすることもできるんですね。スペースキーを押すと、ペンのマークみたいなのが、あ、ペンのマークないですね。アノテーションっていうのがあります。アノテーションでペイントっていうふうにして丸をそこに書くと、これみんなから見えるんですよ。ここに何かあるっていうのが分かるので、誰かここ、もうこれは探したやつなんだなっていうふうに。見つけた文字は皆さんの方で、記録をしておいて、これが何かのキーワードになってまいります。何を見つけたか、これどういうキーワードができるかなっていうのを、ちょっとグループで相談しながら、やってみてください。はい、じゃあそろそろ、じゃあ答え合わせの方に、進みたいと思います。ウェブの方はすいません、お待たせいたしました。皆さん、10個全部見つけられたグループってありますか。あ、10個全部見つけた。あ、すごいですね。9個8個あれ、ちょっと手前のグループ何個見つけられました。9個ぐらい。奥の、一番奥のグループは、7個。あ、でもだいぶ見つけられたと思います。そこまで見つけられたら、多分もう次に出てくるキーワードが、わかるかなと思いまして。はい。じゃあ答え合わせの方ですね。ですね。今回、宝探しをしていただいたんですけど、と
じゃあ、どっか、なんか、今回見つけた文字を組み合わせたら、どういうキーワードになるか、会場の方、どなたか。じゃあ、もう、真ん中のグループ、ぜひ、ちょっと、10個合わせるとゲーミフィケーションになりました。はい、その通りです。これ、10個集めても、組み合わせがなかなかこう決めきれないときとかあるんですけど、さすがです。で、実はですね、今回の宝探しっていうのは、砂防施設全体の配置を、理解していただくことと、それから、ゲームエンジンの操作に慣れていただくっていう2つの目的がありまし、実はありました。で、こういった、ゲームを通じて、理解を進めるとかっていうところを、ゲーミフィケーションっていうふうに、最近呼ばれています。で、ゲーミフィケーションっていうのは何かっていうと、もうそのまんまの通りで、ゲーム化のことでして、ゲームでないものをゲームとすることになります。で、これ、千葉大学の、研究の方で、出されてるところなん、用いられてる引用をそのまま持ってきてます。と、難しいちょっと言い方で、非ゲーム的文脈で、ゲーム要素やゲームデザイン技術を用いることということで、もともとゲームでなかった、文脈にゲームの要素、デザイン技術を組み込むことによって、人が強く関与したくなったり、あとは失敗を恐れずに実験的な試みが促されたりすると。で、結果的に、ビジネス等に良好な結果が現れやすくなるということで、最近は避難訓練とか、それからその他の、地域のまちづくりみたいなところで、ゲーミフィケーションっていう、ところがよく使われるようになってきています。ただ、なかなかゲーミフィケーションってもう、広いんですね。では何やってもいいんです。ゲーム性があれば。で、やりたいっていう気持ちが出てくれば、いいんですよ。で、今回はこういう宝探しみたいな形でやっています。で、じゃあ、ゲーミフィケーション何に使えるかで、例えば防災を考えてみます。で、防災っていうのはハード対策とソフト対策っていうのがありまして、例えば暮らしの中で防災を考えて、災害の記憶を未来に語り継いで、頻発する豪雨に備える、こういったキーワード、キャッチコピーがあった場合に、じゃあ、ここからどうゲームに組み立てるかっていうのを考えていくのがゲーミフィケーションのポイントになります。例えば、暮らしの中で防災を考えっていうところからは、危ないところはどんなところかっていうふうにちょっと変換してます。で、危ないところとしては敵が出てくるところとか、ラスボスがいるような場所、ここは危ないですね。それから、災害の記憶を未来に語り継ぎっていうのは、現地のところをこう再現した場合に、例えば昔はここまで被害がありましたっていうところを何かのイベントのクリアの条件にする、それから何か特別なアイテムがもらえるようなところにすれば、そこの場所のことを理解が進んできます。で、あと頻発する豪雨に備える、これ避難所とかを考えてみると、皆さんの中で住んでるところの避難所がどこにあるか、なかなか覚えてるよっていう人少ないんじゃないかなと思います。例えば避難所を目的地とかゴールにして、実空間と同じ名前にしてしまうと、あそこに行けばゴールだ、あそこに行けば、例えば体力が回復する場所だっていうふうにしてしまうと、その名前意外と覚えるんですよね。で、こうやって、ゲーム性を、持たせていく、こういった変換をしていくのが、ゲーミフィケーションの、一番大事なところでございます。で、今後ですね、コンピュータープレイヤーに生成 AI が搭載されて、音声チャットが、できるようになってくると、実はもう本当の、仮想現実みたいな、形になってくると思います。実際にもう今、そういうゲームも、少しずつ開発されてきています。
それでは、ここから、ハンズオンの、後半に、移ってまいります、ちょっと準備しながらというところもあるので、皆さんの方は一旦今の、画面を閉じていただきましょう。閉じるのは ALT、F4 で、ALT と F4 を同時押しでか、エスケープかな。ここからはですね、仮想空間の、作成の方に入ってまいります。皆さん、普通にデスクトップが見えている状態ですかね。そうしましたら、まず最初に、アンリアルエンジンを起動、まず全体の流れを説明します。まず、アンリアルエンジン起動して、次に現況地形を再現していきます。それから、地表面に、ペイントをして、で、植生を配置して、で、3次元モデル、事前に作ってある橋梁モデルを、インポートしてくる。これは、何を想定しているかというと、ビムシムモデルをそのまま持ってくるっていうのをイメージしています。そして、3D モデル、道路の、モデルを、配置して作っていくっていうところをやっていきます。で今回の研修ではですね、研修時間の都合上、ちょっと詳細な解説を省くところが一部ございます。詳細な部分については、九州地方整備局のゲームエンジンを用いた川作りツール、操作マニュアル欄、こちらの方を、ご確認ください。ホームページの方から、アクセスできます。でまず最初にアンリアルエンジンを、起動していただきます。デスクトップ上の、資料5、ハンズオン後半の、ソフトウェアのフォルダを開いてですね、リバーブテンプレートバージョン2っていう、ものをダブルクリックして、アンリアルエンジンを起動してください。これでいいな。はい、開きますと、アンリアルエンジン、何もないところが、開かれると思います。何もない状態で開かれています。で、まず簡単に操作の説明からします。移動の際に、移動が難しい、ゆっくりしすぎてるなっていうときは、右上のところに、小さくカメラのマークがございます。このカメラのマークで、カメラの移動速度を、変えることができます。ちょうどいい速さに、自分で調節してみてください。で、もう一つ大事なことで、保存するとき、ここは、画面左上のファイルをクリックして、すべて保存を、クリックします。でこれ、ゲームエンジンって結構マシンに負荷がかかるので、結構簡単に落ちてしまいます。ビムシムソフトを使っているのと同じような感じです。で、ここが、注意事項になります。で、最初に現況地形の、再現をやっていきます。今回、使用するデータについては、オープン長崎の、長崎県の天群データ、ラス形式のデータを使っています。実際前もって、クラウドコンペアという天群処理ソフトで、RAS 形式から、TIFF 形式に、GeoTIFF 形式に変換しています。で、さらに、GeoTIFF 形式を、ゲームエンジンに読めるように、PNG の、形式に、しております。なぜ PNG の形式にするかは、ゲームエンジン、GeoTIFF を直接読めないので、読める形式に、変換をしている、状況です。で、変換するのは、地形データと、それから航空写真のデータ、両方になります。じゃあ、皆さんの方で、これから操作してもらいます。左上のところにですね、選択モードという、ところがございまして、ここから選択モードからランドスケープを、選択していただきます。
で、ランドスケープを選択するとですね、その中に、管理の中から、新規で、ファイルからインポートというところがございます。これを選んで、高さマップのファイルを、指定していきます。で、高さマップのファイルはですね、HK データの、デスクトップの資料6ハンズオン広範教材データの中に、そのまま、高さマップが入っています。00PNG という、PNG ファイル、真っ黒いファイルになります。真っ黒いファイルを選んだら、今度は、ランドスケープのところから、インポートを、押していただいて、インポートを押していただくと、今の白い、面の下に、地形データが、読み込まれている、状況になります。皆さん、地形データ読まれてますかね？大丈夫そうですね。で、今度は今読まれてる地形っていうのが、実はあんまり高さとか大きさが合ってません。ので、それを調整していくんですけど、その前に白いのがちょっと邪魔なので、白い、面をちょっとクリックしていただくと、クリックしていただいて、右側にアウトライナーというレイヤー構造が見える部分がございます。この右側のアウトライナーのところから、プレーンの、目玉マーク、表示非表示になりますので、これをクリックしてみてください。アウトライナーが出てない方は大丈夫ですかね。ですね、すいません、ランドスケープモードにしてると、もしかしたらアウトライナーで選べないかもしれないので、先ほど左上のところで、ランドスケープって選んだやつを選択モードに、変更していただいて、そうすると選択できますね。失礼しました。非表示までできたら、今度は、地形データをちょうどいい大きさ、実際の大きさに変更していきます。と、アウトライナーの中からランドスケープを、選択してください。で、ランドスケープを選択するとですね、画面の下半分のところに、詳細の部分が、見えている方と見えてない方がいますかね。詳細パネルが見えてない方、ちょっと手を挙げてください。詳細パネルが、見えてない方、大丈夫ですかね。ここにですね、ランドスケープの大きさをここから変更していきます。で、今回入力する値は、テキストの方に書かれている、数字を入力してください。で、今回はこの値なんですけど、これは、もともとの、地形データの変換のパラメータによって少し変わります。で、この詳しい説明は、先ほどの九州地政さんのマニュアルの中に、説明が書いております。今回はこの数字を入れていきます。と、トランスフォームの中の位置、それから拡大縮小のところに、それぞれ変換用の数値を入力します。
入力、皆さんできましたかね？入力するとですね、どっか飛んでったりするので、その時は、先ほどのアウトライナーの中から、ランドスケープをダブルクリックしていただくと、そこに飛んでいきます。ランドスケープのある場所に飛んでいきます。まだ入力できてないよとか、詰まっちゃったよっていう人は大丈夫ですかね。今、皆さんの画面の方は、地形データだけが読み込まれているところなので、これに今度、航空写真を貼り付けていきます。と左下のところに、コンテンツドロワーというものがあるので、そこをクリックしていただいて、下にコンテンツブラウザーというのが出てきます。で、このコンテンツブラウザーから、航空写真の、保存する場所を、テクスチャーを、と選択していきます。で、航空写真の保存先としてマテリアルズの中のランドスケープマテリアル、テクスチャーをクリックして展開してください。で、今保存先を決めているところなので、そこから次に航空写真をインポートしていきます。と保存するフォルダーまで行ったら、そこでインポートボタンを押して、で、先ほど、PNG ファイルを読み込んだところに、also PNG というのが、ございます。それを、読み込んでいきます。で、読み込めたら、コンテンツブラウザーの、テクスチャーの中に航空写真っぽい、ファイルが追加されていると思います。続いて、じゃあ読み込めたらですね、今度は航空写真を地形データに貼り付けていきます。とコンテンツブラウザーのランドスケープマテリアルズのフォルダを開いて、M アンダーバーランドスケープアンダーバーインストというファイルをクリックして、詳細パネルの方に表示させます。詳細パネルはランドスケープです。ランドスケープを選択している状態で、これ難しいんですけど、ですね、これは操作しながらの方が本当はいいんですけど、先にランドスケープを選んでおきます。で、ランドスケープを選んだ上で、この詳細パネルを開いておいて、このマテリアルを、この下のところの、こっか。このボタンを押すと、向こうで選択したマテリアルが選択されている状態になります。で、マテリアルが選択されると、なんか鏡みたいなやつが出てくると思います。こういう鏡みたいな状態になります。どうですかね。うまくいかない方。はい。で、今度はですね、ここに、航空写真を、先ほど取り込んできた航空写真を、当てていきます。で、まず、M ランドスケープインストを、クリックしてダブルクリックしていきます。ダブルクリックすると、マテリアルの詳細が出てきます。で、マテリアルの詳細パネルのところの、こう下に、スクロールしていくと、フォトという、項目がございます。このフォトに先ほど読み込んできた航空写真を、当てるような作業になります。で、当てる際に、航空写真の解像度も、
事前に設定しておかないと、ダメです。解像度は今回は、1009という、解像度を使います。デムサイズのところにチェックを入れて、1009と、入力していただきます。ここまで、できてますかね。で、次に、サイズを指定したら、次は、どの写真を当てますかっていうのを、指定していきます。先ほどの、下にコンテンツブラウザーが出ていれば、コンテンツブラウザーなんですけど、出ていなければ、直接選択しに行きます。コンテンツドロワーを、まずマテリアルの画面を、一番大きくちょっとしてみてください。最大化してみてください。で、左下のところに同じようにコンテンツドロワーっていうのが、ありますので、それを、開いてあげます。で、コンテンツドロワーを開きますと、そこに先ほど、読み込んできた航空写真の場所、そこに航空写真があって、その航空写真を選んでから、先ほどのフォトのところの写真に、まあ、適応していくような形です。で、ここまでやってもですね、まだ航空写真反映されてないです。ここからもう一手間、必要になります。そのもう一手間っていうところが、じゃあマテリアルの方はこれで、保存をして、保存。一旦この状態で皆さん一回保存してみますかね。大丈夫かな？はい。マテリアルのところは、閉じちゃって大丈夫です。で、マテリアルを閉じたら今度は、ランドスケープの、モードに、変えていきます。ランドスケープモードを、選んで、ランドスケープモードの下のところに、フォトというのが、ございます。ずっと下のところだと思います。とランドスケープモードにして、ペイントタブを選択して、その下側にレイヤーの一覧が、出てきます。で、このレイヤーの中から、フォトという部分を選んでいただいて、で、今、なしとなっているところを、フォトレイヤーインフォというのを、選択していくような形になります。プルダウンの、なしって書いてるところのプルダウンを開いていただくと、はい、そしたらですね、ここで、適用すると、ようやくこれで、地形データに航空写真が貼られた状態になってきます。はい、皆さんの画面も貼られてますかね。だんだんここまで来てくると、それっぽくなってきます。そうですね。じゃあ、ここで一旦、保存、皆さん保存をしていただいて、ちょっと、まあ、画面を見て1時間ぐらいになるので、10分ほどちょっと休憩を入れます。はい、それでは、まだかな。大丈夫ですかね。はい。じゃあ、10分になりましたので、再開していきます。ここからはですね、地表面のペイントとか、それから植生を配置したりっていうことをしていきます。で、闇雲にちょっとやっても、じゃあやってくださいって言って、どこやろうかなっていうふうになるので、やるところをですね、ちょっと決めましょう。橋梁の、たもとのところに少し広いところがあります。と前の画面でいきますと、このあたりですね。このあたりに、少し平らで広いところがあるので、ちょっとそこまで移動してみましょう。移動の仕方は先ほどの、ゲームでやったような、形の移動方法です。で、ここを少し広い、
空き地みたいな、空き地じゃないんですけど、空間がありますので、そこに、色を塗っていったりします。で、ゲームエンジンの場合、地形にいろいろ装飾を施す場合に、こうランドスケープに、ペイントをしていくっていう作業になります。操作としては、ランドスケープモードに、選択されている状態で、ペイントを、選択します。で、ペイントを選択したら、先ほどそこにフォトっていうのをやったと思いますが、それ以外、いろいろと、ございます。ちょっと分かりやすいやつで、ちょっと低い草かグラベルかちょっと選択してみてください。で、なしっていうふうになってるやつを、下のプルダウンを押して、レイヤーインフォを指定してあげる。これで、このレイヤーを有効化しますよみたいな、表示、意思表示みたいな感じになります。もしくはプラスボタンを押して、追加するのでも、大丈夫です。で、こうするとですね、カーソルが、もう濡れるよっていうモードに、変わります。ちょっと今、この操作の画面のやつは大きいので、少し、ペイントサイズをちっちゃくして。このゲームエンジンの単位なんですけど、ペイントサイズを小さくして、例えば100っていうふうに入力すると、これセンチになります。100って入れると100センチになります。で、さすがに小さいやつでずっとやるのは大変なので、だいたい300から500ぐらいでの数字を入力して、ちょっと塗っていきます。で、この時にですね、ツールの強度、ブラシ設定の上に、ツール強度、今 0.3 とあるやつを、1にすると、完全にその、選択したマテリアルで塗っていることになります。ちょっと塗ってみてください。もうあとはひたすらこの繰り返しなんですよ。で、全域を仕上げるのは、ちょっとこの時間内にするのは大変なので、今の、端のたもとのところの空間をちょっといじってもらうっていうところになります。で、このランドスケープマテリアルは、単純に、色をつけるだけのもの、それから 3D のメッシュも伴っているものも、あります。例えば今、前の画面でやっているのは、低い草というレイヤーを入れています。なので、これをペイントすると近づいていくと、色を塗ったのと同時に、草も一緒に配置されているようなものになります。これはですね、後で説明する、地表面への植生配置とはちょっと違う機能で、ランドスケープのマテリアルの方に、植生を埋め込んでいる、そういったマテリアルを使っているところなんです。じゃあもう一つ、砂利みたいなやつをちょっと選んでもらって、砂利を塗ってみましょうか。砂利でも、グラベルでもソイルでも、
で、塗ったときにちょっと色が薄いなっていうのは、さっきのツールの強度が足りなかったりする場合がございます。で、ランドスケープ、これ、いろんな色を、いろんな、植生を重ねることができます。例えば50%、50%で重ねると、砂利の上に、ちょっと芝が、入ってるみたいな、そんなイメージにもなりますし、で、ちょっと塗りすぎちゃったなっていうところはですね、今度は、消しゴムで、消すことができます。シフトかな？シフトキーを押しながら、選択していくと、塗っていくと、で、これで、そうですね、ペイントの基本的なところはの説明になります。じゃあ、ここの仕上げはですね、最後、時間が余ったら、仕上げていくようにして、じゃあ、次に進んでいきます。今度は、植生を配置します。植生を塗っていく。配置していくモードに入ります。今、ランドスケープモードになっているものを、フォリッジモード、これは植生のペイントモード、ペイントというか配置モードになります。で、フォリッジを選びますと、そこにもですね、ペイントだったりとか、消去だったりとか、いろいろなモードがあります。今回は、ペイントしていきます。で、植生モデルをどこに置くか、どの上に塗っていくかっていうので、いろいろと選べます。ランドスケープの上に置きます。それから、スタティックメッシュ、スタティックメッシュというのは3次元モデル。3次元モデルそのものになります。メッシュモデルの上に置いていくとかですね、あります。で、ランドスケープを、チェックが外れている方は、ランドスケープにチェックを入れるようにしてください。で、じゃあ、ここから、どの、モデルを置いていこうかなというところで、コンテンツブラウザーからコンテンツプランツっていうふうに移動していくと、3D の、植生モデルが、保存されてます。そのフォルダ、すべて、3D 植生モデルになりまして、このフォルダから、好きなやつをちょっと選んでいきます。で、フォルダの中にある、ちょっと説明をしていくと、フォルダの中、緑色に、画像の下が緑色になっているところは、これはマテリアルになります。それから、赤色になっている部分は、これがテクスチャーになります。で、水色の、アンダーバーというか、下が入っているのは、メッシュになります。今回は、ここで選んでいくのはメッシュを選んで、ここにフォリッジをドロップっていうところに、持っていきます。で、持っていったら、今度はペイントをしていきます。ペイントの仕方はですね、追加したフォリッジを選択して、チェックボックスにチェックを入れて、で、あとはそのまま、さっきの
ランドスケープをペイントしたような形で、今度ペイントの、丸い球が出てきますので、それでペイントしていくようになります。で、こうやって、だんだんとこう空間を作っていく感じでして、ペイントの密度とかも調整ができます。植生の場合は、密度を調整できますので、それをちょっと調整してみます。今、濃い状態で、入れているのを、ペイントの密度というところの、数字を変更すると、まばらに、先ほどは1でやっていたのが、まばらな状態で、ペイントされています。で、削除をするときは、ちょっと塗りすぎたなっていうときは、同じようにシフトをしながら。消していきます。じゃあ、これで、ランドスケープの方に、ランドスケープの、色もつけることができましたし、植生を配置することも、皆さんの方でできるようになってきました。じゃあ、次は、ビムシムモデルを読み込むような、流れになっていきます。3D モデルの橋梁モデルのインポート方法になります。ここではですね、3D モデルをインポートして、地形上に配置します。で、さらに 3D の橋梁モデルにアスファルトとかコンクリートの、マテリアルを当てていって、リアルな見た目に変更していきます。まず、FBX の 3D 橋梁モデルを読み込みますが、コンテンツブラウザ上で、3D 橋梁モデルが保存されているところ、コンテンツのメッシュっていうところをクリックしていきます。植生モードから選択モードに変更しておいた方が、ブリッジから選択モードの方に変更してから作業をしてみてください。コンテンツのメッシュの中に、ここにですね、フォルダを、新しく作ります。橋梁モデルをインポートしていきますので、インポート先をちょっと、設定します。新規フォルダを作っておいて、そこに、まあ、ブリッジでも名前を適当につけてですね。で、先ほど、航空写真を読んできたときのように、インポートをクリックして、モデルを読んでいきます。モデルはですね、教材データの中の、ブリッジ FBX っていう、モデルになります。ブリッジ FBX を、インポートで読んでくると、いろいろ FBX のインポートのオプションが、出てきます。で、これ FBX のモデルによって、インポートをいくつか試しながらやっていかなきゃいけないんですが、今回は、コンバインメッシュに、チェックを入れます。で、すべてインポートを、クリックしていきます。で、例えば、プラトーのモデルなんかを、
読み込もうとしたときに、コンバインメッシュをしないと、1時間ぐらい経っても実は読み込まれなかったりしました。で、まあ、1つのメッシュに、してから読み込むよっていう、指示になります。で、すべてインポートっていうふうにすると、まあ、エラーメッセージがいくつか出てきますが、これはまあ、×で、閉じちゃって大丈夫です。それで、ここもですね、水色のメッシュを、ドラッグ&ドロップして、ポイッと持っていきます。で、ドラッグ&ドロップしても、なんかメッシュが追加されたのかどうか分かんないなっていう方は、アウトライナーの中に、ブリッジが追加されていると思いますので、それをダブルクリックすると、追加されたモデルのところに、行きます。で、ここからはですね、読み込んだモデルが、空中に浮いていると思うので、位置を合わせていきます。今回前もってですね、ブリッジモデルについては、この作成する空間に、きちんと合うようにあらかじめ、設定してます。で、ブリッジの原点を000の位置に、移動していきます。アウトライナー上でブリッジをクリックして、で、アウトライナー上でブリッジをクリックして、で、クリックをしたらトランスフォームのところに、位置に今、いろんな数字が入っていると思います。ここを000に変更していきます。000に変更したらちょうどいい多分位置に、行ってるんじゃないかなと思います。会場の方はだいたい、ちょっとここら辺が難しかったですかね。アウトライナーからブリッジを選んでいただいて、で、位置を、000。で、もしこれ位置がずれてる場合は、もしかしたらランドスケープを読み込んだ場合の、ランドスケープの位置の設定がちょっと合ってなかったかもしれないです。あとは、拡大縮小で、高さが合ってない場合は、Z のところ128を入れるんですけど、それが入ってなかったり、ランドスケープの方にですね。大丈夫そうですかね。はい、なんかちゃんとした位置に皆さん読み込まれてそうな雰囲気です。そしたらですね、今度は、橋の、路面、道路の路面を、少しそれっぽく仕上げていきます。で、アスファルトのマテリアルがですね、コンテンツブラウザー内の、マテリアルズのアスファルトのフォルダーの中に、保存されています。で、このアスファルト、ちょっと黒いアスファルトを、橋の、
路面に当てていきます。で、マテリアルの当て方はもうそのままポイント選んでドラッグ&ドロップで指定する。で、指定していくと、マテリアルが先ほどのものから変わっています。で、実は余談なんですが、結構 CG をやられている方は、このマテリアルが、要は作品というか、出来上がったものの出来上がりを左右するんですね。なので、マテリアルは必ず自分で1回作ったら、もう自分なりのライブラリを作っておくっていうのが、必須ですね。で、昔はですね、そういうふうにライブラリを自分で持って、それを再利用していたんですけど、今は、例えば、アンリアルエンジンとかですと、クイックセルっていうプラグインというか、3D モデルとかマテリアルがいっぱい、公開されているサイトに、直接にことができます。そこから高精細なマテリアルを取ってくることができます。で、もしそこに気に入ったマテリアルがなくて現場の再現が難しい場合は、現地に行って写真を撮って、その写真をマテリアルとして使っていきます。結構こうマテリアル職人ってやっぱいるので、その人が作ると綺麗なマテリアルができるなっていう。皆さん、マテリアルを当てるところまでできましたかね。と、こういうふうにしてですね、3次元モデル、ビームシムのモデルから、インポートしてきたやつっていうのは、自分の思ったマテリアルが当たってなくて、ちょっと質感があれっていうふうになる場合があります。その場合は、この中で、調整をしていきます。じゃあ、一旦ここで、保存しましょうか。今日は誰も落ちてないので、非常に優秀だと思います。あ、落ち。保存が終わりましたら、次は簡易な道路のモデルを入れていきます。で、簡易な道路のモデルっていうのは、ゲームエンジンのスプラインという機能を使っていきます。で、この橋梁のですね、ちょっと上流側に、道っぽいものがあると思うんですが、そこにちょっと移動しましょう。で、ここからはですね、線形の、マテリアルというかですね、オブジェクトを配置していくようなところになります。スプラインを配置していく、もので、選択モードから、ランドスケープモードに変更します。で、ランドスケープモードの管理のところのタブから、スプラインっていうのがございます。このスプラインを押すと、ここから線形構造物の配置が可能になるモードに変わります。で、配置の仕方としては、地形上でコントロールキーを押しながら、ポチポチポチと引いていくような形になります。コントロールキーを押しながら、配置したいところに、配置していきます。で、配置するとですね、緑色のなんかのっぺりしたのが出てくると思うんですけど、この緑色ののっぺりしたものが、これから、道路なり線形構造物を作るものになります。で、
この配置の仕方はですね、例えば水面、川を配置する場合も、こういった配置をする場合があります。この中に出てる山みたいな四角いアイコンがいくつか出てると思いますが、これが制御点になります。このスプラインの XYZ の座標、それから曲率を制御するような制御点になっています。で、ですね、例えば、一部分だけ狭くしたい場合は、制御点をクリックします。制御点をクリックして選択すると、詳細パネルのところから、詳細パネルで、制御点をクリックして、半角というところの数字を変更すると、幅員を変化させることができます。で、これで、こう思い通りの太さに変えてから、スプラインを、こう配置していくような形です。例えばここでは、200ぐらいの幅、普通の、道ですね、歩道の幅みたいな感じで、2メーターぐらいの幅の、スプラインを配置していきます。で、今度はですね、このスプラインっていうのは、例えば擁壁を配置しようと思うと、擁壁のモデルを、置くこともできます。で、この場合は、砂利道を置いていくので、詳細パネルの中から、セグメント、まず、全体を選んでいきます。で、全体を選んだ上で、スプラインメッシュを、追加していきます。スプラインメッシュのところで、プラスボタンを押して、配列を、追加していきます。で、今度、コンテンツブラウザーのところから、今度は、そこにあてがうメッシュを今度選んでいきます。コンテンツのメッシュの中に、アスファルトっていう、フォルダがありまして、その中に、スタティックメッシュのグラベルを選ぶと、砂利で、スタティックメッシュのアスファルトを選ぶと、アスファルト道路舗装みたいな感じになります。まあ、これどちらも試してみても、いいと思います。それを、先ほどの、スプラインメッシュに、割り当てていく、作業をしていきます。メッシュを選択しておいてから、適用するメッシュを選択しておいてから、それを適用するよっていうところを、押していきます。で、これを押すと、その場で、スプラインメッシュが、の、マテリアルが、多分マテリアルというか、メッシュが変わったんじゃないかなと思います。とですね、これでですね、今、基本的なところの操作が一通り終わってます。あとは、
皆さん、今使った操作をちょっとこう思い出しながらですね、橋のたもとのところの空間をちょっと仕上げていってみましょうか。実はですね、ここら辺、結構デザイン感覚も大事になってきます。どんな空間作ろうかなっていうのを自分でこう考えながら、やんないとですね、なかなか難しいところです。僕らがよくやるのは、やっぱりこう、自然のものとか、自然のものというか、現実世界のものにできるだけ近づけていこうとするので、やっぱりそこら辺の道歩いててもですね、あ、これ、マテリアルこういうふうにして重ねていったらなんかできそうだな、みたいな、そういう見方をするときもあります。これはですね、今日午前中、エピックゲームズの杉山さんから紹介があったツインモーションも、大体同じです。これよりももっと操作は簡単になってますけど、ペイントする機能とかっていうのは同じような操作性になってます。もともと、アンリアルエンジン自体が、あ、違う、ツインモーション自体がアンリアルエンジンをベースに操作系だけを改良してる、そういうソフトになりますんで、まあ、かなり近しいところがあります。今、スプラインをですね、こう、ランドスケープにちょっと合わせようとしてますけど、実は、スプラインに、ランドスケープが合ってくれるモードもあって、スプラインを選んで、その下のところ、詳細パネルの下のところに、テラインを上げる下げるっていうモードが、あります。で、これで、自動的にスプラインを、あと、地形面を、このスプラインに合わせますよっていうところなんですけど、これどこから行ったっけな。スプラインに地形を。
とスプラインを選択して、で、今ちょっと前で操作したのをもう一回ちょっと戻してみて、スプラインを、全部選んで、セグメントで選んでおいて、そこに、ランドスケープをスプラインにトランスフォーム、要は、スプラインに地形を少し合わせていきますよっていうのを選びます。で、これで、今選択したスプラインに、選択対象のみっていうふうにポチッと押すと、自動的に地形が勝手に上がってくれます。でこれ、便利な機能なんですけど、だんだんと、元の地形何だったっけって分かんなくなってくるので、ちょっと注意が必要です。どうしても合わないから、最後ちょっと調整したいなっていう時に使ったりとか、まあ、最初の段階でもうこれイメージでいいよっていう時に使ったりとかっていうようにしてます。さあ、皆さんの方は完成した形状にだんだんと、なってきてますかね。じゃあそこをいろんなちょっと植生を置いてみましょうか。会場の方は、だいたい、だいぶできてきましたかね。結構、このゲームエンジン、まあ、今回初めて触る方もいらっしゃるでしょうけど、CAD とかと違って、なんていうんですかね、こう、メニューがたくさんありすぎて、しかもパラメータがたくさんありすぎてっていうところで、最初に断念しちゃう方もいらっしゃいます。ただ、使う機能としてはですね、そんなに多くないです。今回みたいな、こう、空間を作るぐらいであれば、もう本当、ごく一部の機能だけで、だいぶ作れてしまいます。ですので、まずはやり方に慣れていただくっていうのが、近道かなと思います。あとは、例えば最初にこう地形とかではなくて、まあ、VIM モデルを、VIM シムモデルをきれいに見せたいんだっていうところから入っても、よろしいかと。
ここら辺までどうかな、できてきたかな。だいぶできてきましたかね。はい、じゃあ、だいぶできてきたところで、少しまとめに入っていきます。じゃあ、だいぶ皆さんできたので、ちょっとまとめに、入りたいと思います。そうしましたら、皆さん2時間ぐらい、お疲れ様です。ゲームエンジン今回使って、ちょっと慣れない操作とかやっていただいたんですけど、ちょっと難しかったなって思った方、どのぐらいいます？でも、もしかしたら、なんか、頑張ればできるかなって思う方、結構います？結構いますね。はい。初めて使うソフトなので、難しいのは当然で、ただ、そうは言っても、先ほどの時間の中でも、少し空間作りっていうのができるようになったと思います。で、ちょっとハンズオンのまとめに、入ります。で、やっぱり 3D ビジュアリゼーションってなんで大事かっていうと、やっぱり見えることは大事なことで、共通認識を、得るっていうところで、これまでいろんな方法が使われてきました。で、例えば20年前に、よく使われた技術っていうのは、大体これ文字の大きさがそのまま、使われた大きさなんですけど、スケッチパース、それからフォトモンタージュ、模型、で、CG は本当ごく一部なんですよ。で、もちろんこの時代、ゲームエンジンなんかは、各社ゲームを作る、自分たちの会社ごとにゲームエンジンを持ってました。で、共通のゲームエンジンってあんまりなかったような時代です。で、じゃあ10年前、2013年頃っていうと、大体ビムシムやろうぜって言って盛り上がってきてるような、ところですね。で、そこだと、CG とか、3D CAD、VimShim っていうのも、増えてきています。ただ、依然として、スケッチパース、フォトモンタージュ、模型っていうのも使われています。で、これ、やっぱりいろんな利点があるからなんですね。で、特にスケッチパースっていうのは、出来上がりのイメージを感じてもらうのに、すごく最適なんですよ。細かい形状が決まってなくても、ペンでどうにか表現できるんですね。で、表現をした上で、曖昧さが残ってるので、まだ、細かいところは決まってないけど、こういうふうな空間にしたいんだっていう時にスケッチパースは一番最適な手法です。で、一方で、フォトモンタージュ、フォトモンタージュは現状の景観に対して、どう変化するかっていうところの、把握に、最適です。ちょっとこれ、フォトモンタージュっていうよりも、後ろに、写真使って、手前は CG モデルなんですけど、これもフォトモンタージュの一種ですね。で、あと模型ですね。模型は、どういった空間が形成されるかの立体像を把握するのにもう最適です。で、これは模型1個あれば、一発で分かります。なので、皆さん 3D プリンターとか導入して、模型を
出力して、例えば打ち合わせの時に、胸ポケットから、いや、実はこういう構造物できるんですって出したら、多分かっこいいんですけど、誰も多分やってないんですかね。で、立体像を、まあ把握できるっていうところで、実はじゃあニーズをちょっと分解してみます。で、ニーズは出来上がりのイメージが感じられて、どう変化するのか、フォトリアルで理解したい。さらに、立体像で把握したいっていうやっぱりニーズなんですよ。で、そのニーズに対して、先ほどもちょっとご説明した、イマーシブエクスペリエンスっていうのが2016年頃から出てきました。2016年っていうと、オキュラスリフトだったりとか、HTC バイブとか、ヘッドマウントディスプレイが出てきたりですね。で、やっぱりこの可視化でどうなるかとか何ができるかっていうのが検証できるっていうのがやっぱり一番のポイントです。で、イマーシブエクスペリエンスのコンテンツを作るためにはゲームエンジン、日本だと、アンリアルエンジンとかユニティとか、こういうところが多く使われています。で、しかもゲームを作るために、必要な機能が全部揃ってる。というところがポイントで、先ほどリアルタイム 3D 制作プラットフォームってお話しして、皆さん今使っていただいて、あ、本当だ、リアルタイムに出来上がりの姿が見えるんだなっていうのを感じてもらったと思います。で、3次元モデルを描画するっていうところを今回やっていただきました。で、最初にゲームでやったところっていうのは、下のゲームとして遊べるような操作系、ネットワーク系のライブラリを実際に使ったところになります。でちなみにじゃあどれだけリアルタイムなのかっていうと、実は両方ともあんまこっちの、右側は僕ではなくて、うちのスタッフが作ったやつなんですけど、左側は、18年前に、僕が CG のデビュー作で、作った大河津可動石になります。でこの頃、まあレンダリング時間、1枚の映像を作るのに10時間ぐらいかかってます。なので、一番きつかったのは、画像を出力します。で、お客さんに送って、いや、ちょっと色違うんだよねって言われると、いや、すみません、また10時間かかるんですけど、いいですかっていう、そういう状態でした。まあ、この頃はほとんど CPU 演算ですので、まあ、今の GPU 演算と違うので、ちょっと性能的には比較できないんですけど、今ですと、この映像が、毎秒60フレームで出るので、0.02 秒ぐらいで描画していることになります。で、このぐらいやっぱ違いあると、そうですね、もうゲームエンジン、まあ、ゲームエンジン出てきた頃にですね、ものすごい速い、ものすごい綺麗っていうのがやっぱり印象的でした。で、今回皆さんこんな感じで仮想空間を自由に動き回ってみんなで空間共有するっていうことをやりました。こういう仕組みが、提供されてますよっていうところです。で、あと最近はですね、ゲームエンジンでの空間作成の便利さが向上してます。で、これまでって、対象エリアとその周辺もすべて作成しなきゃいけなかったんですね。で、皆さん今回作ったやつ、対象エリアだけの、を作ってました。で、でも、いや、この橋にどうやってアクセスするのかなとか、そういうことを絶対、皆さん、言われると思うんですよ。で、これまではそれを点群データとか写真測量とか、そういうところで周辺データを作っていたんですけど、実は空間を作るための基礎データがどんどん公開されてきてます。で、これオープンデータでもう皆さん聞いたことあると思う。国土交通省のプラトーだったりとか、それから静岡県のオープンデータ、あと、今日使った長崎県のオープンデータですね。こういったところ、基礎データがどんどんと公開されてきてます。で、この基礎データについては、もっといいところで WebGIS 形式で配信されてます。で、例えばプラトーの方、プラトーのデータを、全部ダウンロードして、ゲームエンジンに突っ込むではなくて、ですね、ちょっとセシウムアイオンっていうプラグインを使わなきゃいけないんですけど、それを使うと、配信されているデータがそのまま
自動的にストリーミングで読み込むことができるっていう仕組みが提供されています。で、それもともと WebGIS 用に提供されてたのを、ゲームエンジン側も実はそれを受け取る仕組みを作ってます。ですね、左側が、セシウムっていう、オープンソースの、GIS ですね、WebGIS。で、右側が、ArcGIS ですね、S3 の。で、両方とも、こういったストリーミングデータを入れるための開発キットが、公開されて、プラグインが公開されていて、そのまますぐにポイント入ってきます。ちょっとそのイメージを見ていただきます。と、これはツインモーションで作ったやつをアンリアルエンジンに取り込んで、やってるところからなんですけど、ウェブ上のジョーが違いますね。ウェブに公開されてる、ものを、指定していきます。で、このアセット ID とトークンっていうのを指定すると、背景にウェブ地図データが、読み込まれます。で、今これの、位置を、実際の、位置に変更しているところなんですけど、実際の位置に変更していくと、こんな感じで地形データがすごい広い範囲読まれています。で、ちょっと地形だけだと分かりにくいんで、先ほどやったような感じで、航空写真を、つけていきます。で、これ、全部ノンストップで、やってますから、途中編集はほとんどしてないです。ちょっと早回ししてるだけで。で、ここに、先ほどのツインモーション、今回の設計対象エリアを重ねていって、で、表示をしていこうこのまんまですと、読み込んだウェブ地図と、設計対象エリアが重なっちゃって、ちょっと見えにくくなるので、じゃあ、ウェブ地図の背景だけ切り取りましょうと。これ実は最初、ArcGIS、S3 の方には機能がなかったんですね。でも、S3 も、アップデートして、この機能がついてきました。で、この領域をくり抜いて、この領域だけ、設計データに入れますよっていうような流れです。で、今、この位置関係は、ちょっと、だいたい合うように目分量でやってますけど、位置もきちんと合わせることもできます。で、これで、計画値と、あと周辺のデータっていうのがもうすぐにできてくるような形になります。で、例えばですね、最近ですと、Google マップの 3D データも公開されるようになってきました。で、セシウムで、セシウムアイオンのサービスを、契約すると、そこで Google マップのデータがそのまま読み込めるようになります。Google マップですと、都市モデルみたいな感じの、こういったデータになります。やっぱ、ここまでできるとですね、結構、使えるじゃんっていう感じになります。なので、この次に、今日皆さん帰ってからやっていただくのは、じゃあこの辺ってどうやってやっていくのかなみたいな、そういうところをこう、ちょっと調べたりして、やっていただければと思います。これが、そうですね、背景に、地形データを読み込む一連の流れになります。それから、先ほど草間さんの方からもご紹介あった建設資材の素材も、どんどん出てきています。iBuildingGet の中に、3D モデルっていうパターンと、あとテクスチャーっていうパターン。テクスチャーは先ほどの、ゲームエンジンの中で使えるようなテクスチャーになります。で、ちょっと整理しますと、今日、ハンズオン、
今日のハンズオンの技術をつなげると、まあ、こんなストーリーになるかなというところで、土木デザインの変革というところで、例えばビムシムとか 3D 技術が普通の技術になるんです。で、オープンデータを使って、で皆さん今日オープンデータ使いました。で、ワークショップで市民から提案があって、ウェブ投票、先ほど、バーチャルツアーとかウェブで公開してるんで、公開してるんならじゃあ投票もできる。で、市民がインフラ整備に参加してる可能性があるのとか。で、これ実はですね、2年ぐらい前からこういうお話してるんですけど、2年前はいやそんなことあるわけないじゃんってみんな言ったんですけど、ありそうかなって思う方どのぐらいいます？あ、ですよね。いや、そうなんですよ。いや、こういう考え方、多分ですね、2、3年でもう普通の感じになってくるんじゃないかなって思います。で、あと、今日ゲーミフィケーション、皆さん宝探しをやって、ゲーミフィケーションをやっていただきました。で、どういうキーワードに対してどんなゲーム性を持たせて何を印象付けるかっていうことを、やっていけばゲーミフィケーションは成立します。で、ゲーミフィケーション用の、簡単に作れるツールも、出されています。例えば、今日エピックの杉山さんのアンリアルですと、アンリアルエディター for Fortnite っていうのが、公開されていて、それで、フォートナイト用の、島を作って、公開することができます。で、例えば、これは、静岡のオープンデータを使って、公開したやつになります。あ、公開したけど、これ非公開なんでしたっけ？公開してます。で、こんな感じで、まあ、子どもたちが、遊んでる、こう、基盤、フォートナイトもそうですし、マインクラフトもそうですし、そういう基盤を使うことで、何か、今まで伝えきれなかったことが伝えられるんじゃないかっていうところが、ゲーミフィケーションの、一つの使い方かなと思います。ちなみに、会社の中でゲーミフィケーションというと、必ず怒られますんで、ゲーミフィケーションではなくて、ビジュアルコミュニケーションとか、なんか違う言葉を使ってください。で、じゃあ全体のまとめに入ります。一つはまあ見えることは大事なこと、それから技術の進化で、情報を伝える手段が増えてきましたよ。今日見ていただいた空間再現ディスプレイもそうですし、ゲーミフィケーションもそうですし、で、オープンデータが使えるようになりましたよ。あと、ゲームエンジンと GIS の親和性が高くなってきたので、これから国の方でどんどんとオープンデータが整備されていきます。で、いくと思います。で、そのデータがそのまま我々の仕事の中でも使えていって、効率的になってくる可能性があるなっていうところになります。と、以上で、ちょっとまとめの方を終わらさせていただきます。ここからはですね、全体を通じた質問とか、それからちょっと意見交換の方に入らせていただければと思います。皆様ありがとうございます。じゃあ、なんか、ご質問どうでしょう？いらっしゃる方、どなたでも大丈夫です。オンラインの方も、質問を QA の方に質問を投げていただくと、回答できます。感想でも何でも。ウェブの方で挙手があるんですけど、よろしければ質問の方に回、これ向こうからつながるのかな、音声は。つながらないよね。だから質問、QA 質問の方に書いていただくと、ご紹介します。東京建設コンサルタントの千原と申します。ツインモーションだと、そのクラウドを使ってツインモーションをインストールしてない人でもモデルを確認できたりできると思うんですけど、アンリアルエンジンだと
そのインストールしないでモデル確認できる方法があったりするのかなと思って、知ってたら教えていただきたいです。それはあれですかね、社内の確認だったりとか、お客さんとの確認だったりとかっていうとこそういうことです。ですかね。そうですね、ツインモーションはツインモーションクラウドっていうのがあるので、ウェブで、ね、確認することができます。で、アンリアルエンジンはやっぱり、クラウドへの接続サービスっていうのが特にないんで、しかもエグゼファイルは大きいので、別の方法を考える必要があります。で、一つは、AWS とか、Amazon Web Service、AWS の仮想マシンの中に、入れておいて、その仮想マシンの、アクセス権を、一時的に、提供する方法だったりとか、もしくは、AWS で、ピクセルストリーミングっていう、Unreal Engine には、画面だけを転送して表示させるっていう機能もあります。で、それをピクセルストリーミングっていうんですけど、AWS の仮想マシン上でピクセルストリーミングをしてあげることで、お客さんの方から、お客さんはその高性能なマシンがなくても、モデルを見ることができる。そういうふうにもなります。で、もう一つ、今日、林田さんがご紹介してた、バーチャルツアーを作って、ウェブ上で見せるっていう方法もあります。で、じゃあ、どれが一番、すぐにできるかっていうと、多分、バーチャルツアー、あれが、ツインモーションクラウドに一番近い方法で、親和性が高いかなと思います。ありがとうございます。ウェブの方で質問いただいてて、先ほど、実際に操作していた方は、どの程度の年数の経験を積まれた方かっていうことなんですけど、先ほどの操作してるのは、実は新入社員です。なので、3ヶ月ぐらい、ゲームエンジンは。で、じゃあ、うちの会社は最初にですね、ツインモーションで研修をするんですよ、新入社員。なので、まあ、ゲームエンジンに少し操作は慣れてるっていう状況からのスタートではあるんですけど、そんな感じです。それから、ゲームエンジンの、ソフトごとの互換性についてや、データフォーマットの統一はどうなりそうですかっていうところ。ですね、ゲームエンジン、ユニティとアンリアルはもう互換性ないです。なので、中間フォーマットの FBX に1回吐き出してあげるとかっていうふうにしないとなかなかできないです。ただし、ゲームエンジンではないんですけど、VR とかあの辺は、統一規格が今いろいろと考えられたりしてきています。なので VR の方は、だんだんと機種ごとの差っていうのはなくなっていく。でも作る方のゲームエンジンっていうのは、やっぱり中間フォーマット一回返さないとなかなかデータの、やり取りはできないかなと思います。それからですね、あと植物、フォリッジを作成整備するのは難易度が高いかということで、今回使用したもの以外の植物も使用できればというところですね。で、まず作成するか、買ってくるか、まあ、買ってくるかというか、他の人が使ったやつを使うかっていう、まあ、2つに分かれるんですけど、最初は他の人のを探しに行った方がいいかなと思います。で、特にEPIC さんの Unreal Engine ですと、毎週毎週、毎週じゃないな、今月の無料コンテンツみたいな感じで、結構いいコンテンツが、無料で落とせるようになったりします。そういうのを使っていったりとか、あとは先ほど、クイクセルのメガスキャンズっていう、ああいうところからも、植物モデルを落としてこれます。で、我々が作る場合は、ですね、スピードツリーっていうソフトとか、それから、プランツファクトリーっていうソフトを、使ったりします。この2つは、結構難易度が高くて、
まあ、言ってみれば映画の背景に使われるような木を自分たちで作る機能なんですよ。あの幹の樹形からそれからそれぞれの枝の分かれ方からあと葉っぱから全部指定をしていくソフトなんですね。でそれ使いこなせれば思い通りの木は作れるんですけど、それだけで職人さんになってしまうのでなかなか難しいかな、ちょっとハードルは高いかなと思います。それからですね、浸水シミュレーションも可能か、強硬度の、時間変化で浸水深がどうなるかというところですが、ゲームエンジン、物理エンジンが入ってますので、ある程度の、イメージは作れると思います。で、水も、最近は、なんだっけな、アンリアルエンジンの場合にナイアガラっていうパーティクル粒子を、物理演算するための粒子を、放出する機能とか、まあ、そういう機能がついています。で、その機能とか、あとその他の、メッシュを再計算させる方法とかを組み合わせて水面を作っている方もいらっしゃいます。で、ただ、これが降雨から降ってくる雨からじゃあ水の塊に変えてっていうところはなかなかそこまではちょっとまだ難しいかなと思います。そこはちょっと切り分けて、ここにはどのぐらいの量の、水の、量が来るんだ、だからこういうところに浸水してくるんだみたいな、ちょっとまだ、2段階3段階に分かれるかなと思います。あと PC のスペックは、CAD の動作ができるスペックでしょうかということで、今回、会場で使われている PC は、VimSim 用の確か、高性能 PC です。GPU を、GPU がちゃんと積まれているやつですね。で、大体 CAD、3D CAD の、操作ができるようなスペックであれば、ゲームエンジンは大体動きます。あと専門学校等で技術講座設置の動きはございますか？これは私の方からではなく、どうしましょう。専門学校等で、技術講座設置の動きですね。で、そうですね。どうしましょう。まずちょっと一般論からいきます。一般論からいくと、実はゲームエンジンでこの業界だけではなくて、今日紹介あったように映像もそうですし、もともとのゲーム業界もそうですし、いろんな業界で使われ始めてます。なので、専門学校で、Unity Unreal Engine を、教える流れっていうのは非常に盛んになってきて来てます。で、じゃあこういうふうな、技術研修としてやるかっていうところは、国土交通省においてはですね、DX 研修っていうのを九州地方整備局では新設してて、それの一環としてですね、行おうと思っているんですが、行政向きであればですね、ツインモーション止まりかなっていうふうな判断をしているところで、アンリアルの方がですね、結構難易度が高いので、そこ止まりかなと考えているところです。以上です。はい、それから引き続いて、今回配布したデータは他の場面でも利用できるかっていうところなんですが、基本的には利用できます。ただし、アンリアルエンジンの場合には、物を作って、販売してマネタイズをした瞬間に、お金を払う必要が出てきます。例えば、今日いる、うちのスタッフが、じゃあそれを使って、何かコンテンツ作って、これ販売しちゃえって言って、販売した瞬間に、そこにこうロイヤリティっていう 5% 支払ってくださいっていうのが乗っかってきます。なので、そこだけご注意ください。基本的に今回のは、配布可能、皆さんの方で、再利用可能なデータですけど、そこからマネタイズをすると皆さんの方が、
ちょっといろいろ注意しなきゃいけないところがございます。あと生産体制を知りたいです。実際にアンリアルエンジンで作業している方は何人ぐらいいらっしゃいますか。うちの会社の場合でいきますと、川野さん何人ぐらいいます？今。そうですね、国内でいうとどのくらいですかね。5人から10人の間ぐらい。もうちょっといいですか。10人ぐらいかな。で、今うちの会社ですと、SIM 推進センターっていうセンターが、まあ川野がいる、センターです。そこに、川野を含めて7名ぐらいいます。で、7名はやっぱり分業していて、プロデューサー的な役割をする人、それから、モデルを作るモデラーな人、それから今日やった背景を作るレベルデザインの人で、動きをつけていくようなプログラマーの人っていうふうにちょっと分業体制をとってやってます。で、あとはですね、CAD で作成したデータには属性情報がついている場合が多いですが、先ほど話にあった FX の形式でも属性情報を保持することは可能か。ちょっとここはですね、すいません、私不勉強なところがあるので、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、基本 FBX には属性情報はつかないはずです。いや、つくかな。ちょっとどなたか詳しい方、会場いらっしゃいますか？FBX よりも、その属性情報を大事にしたい場合は、FBX に変換する際に別にこう XML とかで属性を持たせるっていう方法もあるかなと思います。ただ、レビットとかのビームモデルに関してはゲームエンジンに入れても属性がそのまま残ってるので何らか方法はあると思うので、また今後調べていきます。あとは社内で Unreal Engine 5を使った時にセシウム4 Unreal のサインインが社内セキュリティに弾かれる場合がありました。会社ごとに状況が違うと思いますが、導入にあたって IT 部署との調整をしながら導入を行いましたか。ちなみにうち社内的にはセシウム4アンリアル使えないです。ですね、セシウム4アンリアルを使えないという言い方はちょっと変ですね。やっぱり IT 部門にブロックされてます。で、どうしてるかというと、IT 部門にちょっとお話をしながら使わせてくださいっていうふうにやってます。で、なんでセシウム4アンリアルが、弾かれやすいかっていうところなんですけど、あれはいちいち自分のところローカルサーバーを立てちゃうんですよ。セシウム、コネクトっていうふうにすると、確か、その都度、ローカル自分の PC の中のローカルポートを、仮想サーバーに見立てて、そこから配信をさせるような仕組みを取ろうとしているんですね。で、その仮想的なところが、非常に怪しい動きをするので、IT 部門は嫌ってる、嫌いがあります。あとは、設計業務に関して、Unity と Unreal、どのように使い分けされているか。これはですね、あんまりどっちがいい、どっちが悪いっていう話はなくて、Unity も Unreal も、使いやすい方を使えば、いいと思います。例えばゲーム業界の方に聞いても、どっちも同じ品質のものは作れると。で、どっちが使いやすいかで選んだ方がいいですよっていうふうなお話をされています。例えば、プログラムが好きな人は、Unity の方が多分とっつきやすいと思います。で、
方で、いや、プログラムちょっと苦手なんだよな、CG から入りたいんで、入ってきたんだよなっていう人は、アンリアルの方が使いやすい可能性はある。もう本当にその違いで、出来上がる品質には、遜色ないです。で、ただ、ちょっと両者の、アプローチがちょっと違って、アンリアルエンジンは高品質のものから、いきなり入っていって、だんだんと動くレベルまで落としていくっていう、アプローチになってます。で、一方で Unity はモバイルゲームもほとんど Unity なんですよね。モバイルで動くところからスタートして品質を上げていくっていうアプローチを取ってます。だからこの違いぐらいだと思います。あ、で、セシウムフォアンリアルはセキュリティ上お勧めできないという解釈でよろしいかっていう、質問が追加できてますけど、ここはもうすいません、自己判断でお願いします。セキュリティ的にいいかどうかっていうのはちょっと私の方では判断できなくて、自己判断でお願いします。あと最ちょっとじゃあ最後ですね、ベントレイシステムズと今回紹介されたゲームエンジンはどう違うかっていう、お話質問が来てまして、多分ここで言うベントレイシステムズは CAD のベントレイ、は超高級 CADですね、ハイエンド CAD って言われてるのがベントレーです。まあ、5、6年前、ハイエンド CAD っていうふうに言われました。で、基本的にはベントレーも、CAD なので、ゲームエンジンとは、まあ、まるっきり考え方が違うようになります。どっちかっていうと、ベントレーとオート CAD どう違う、オートデスクどう違うんですか？言うと、ベントレーもオートデスクも一緒ですよ、ダッソーもほとんど一緒ですよと。ただ、パラメトリック設計とか、機械ベースの設計ソフトかっていう違いがあるんじゃないですかっていうふうな、回答になります。すいません、長くなりましたが、QA 大丈夫ですかね、もう会場の方。はい。じゃあ、最後。はい、それでは午後からのですね、ハンズオン講習の講師としまして、佐藤様、非常に丁寧なご説明ありがとうございました。それではですね、本日午前中からですね、開催させていただきましたインフラ分野におけるメタバースの活用に関するセミナーをですね、終わりたいと思います。ありがとうございました。